1917年、ベリーズでのチクル採取の木の栽培チクルは、伝統的にチューインガム等の製造に用いられてきた天然ガムである。サポジラ、エムチクル、エムスタマナデラ、エムビデンタタ等を含む中央アメリカのサポジラ族のいくつかの種から集められる。この物質を多く含むことから、サポジラは別名チューインガムの木とも呼ばれる。ガムの収集方法は、 ゴムの木からラテックスを収集する方法に似ている。木の幹にジグザグの切り込みを入れ、落下してくるガムを小さな袋に集める。その後、ある程度固くなるまで煮詰める。チクルを集める人は、現地でシーイクレロスと呼ばれる。チクルという用語は、ナワトル語でガムを意味する、チクトリーに由来するか、または、マヤ語族の言葉チクトに由来すると考えられている。チクルは、ナワトル、 アステカからマヤ地域ではよく知られており、初期のヨーロッパからの移住者はその心地よい風味と等の含有量の多さを称賛した。古代の言葉は今でもアメリカで用いられており、チクルはスペイン語で、シークレチはポルトガル語で、それぞれチューインガムを意味する。歴史的にアダムズチューイングゴムカンパニーはチューインガムの製造にこの材料を大量に用いてきた。 1952年にグアテマラで成立した土地改革法により、封建的な労働が廃止され、没収された未利用の土地が先住民や小坂みのりに販売されると、リグリーゴムカンパニーはグアテマラからチクルを購入するのをやめた。この会社はグアテマラ産のチクルの唯一の購入者であったため、政府は生産者への大規模な支援を行う必要に迫られた。 1960年代までに大部分のチューインガム会社はチクルからより安く大量生産できる豚ジェンベースの合成ゴムに切り替えた。アメリカ合衆国でチクルを使い続けているガム会社はクリーゴム、シンプリーゴム、ツリーハガー、ゴムのみである。ありがとうございます。